こんにちは受験情報チャンネルのブラック先生です、えー、今日も引き続き令和4年度の埼玉県の高校入試について、えー、選抜基準を見ながらですね高校のお話をしていこうと思います。 えー、今日取り上げるのは昨日に引き続き和光国際高校の「今日は普通科」です、えー、昨日外国語科取り上げましたで、えー、一昨と、えー、わらび高校の外国語科を取り上げましたで、えー、外国語科にどうしても行きたいっていうお子さんの場合、えー、わらび高校と和光国際高校ちょうどどどっちにするのか悩むところかなっていうお話を昨日差し上げました。 で、えっとまあ、通学距離等々の別の問題もあると思いますのでそこはぜひご家庭でお話ししていただいて決めていただければなと思います。 で、えー、同じ和光国際高校の今日は普通科なんですけれども、えー、昨日もお話ししましたけれども画面の下ここですね、えー、普通科と外国語科の間で第2志望を認めてくれますよっていうことになりますので、えー、外国語科を第一志望にして、えー、もしだめでも普通科で止まるっていう形の受験方法が使えます。 えー、おととい取り上げたわらび高校はその手が使えませんでしたので、えーまあ、外国語化を、えー、チャレンジしたいけれども、えー、私立に行くよりはしっかりと県立で、えー、泊まりたいっていうところですねをお,お考えの、えー、生徒さんにとってはおすすめの高校になるんじゃないのかなと思います。 でえっと、先に画面の右側のお話をしてしまうと注意合格、会合格という形でえ毎日のようにまとめていますけれども、えっと、昨日、おとといのです、ね、え和光国際の外国語化わら蕨高校の外国語科と比べるとえ偏差値的にもえだいぶ安心して受けられるレベルに下がってきていますのでえ同じ内申点についても えー、187点180点ぐらいで、えー、考えていますので、えー、まあ 外国語科を第一志望で和光国際高校を受けるお子さんであれば、えー、多少当日点で失敗したとしても、えー、普通科で、えー、止まらないことはないだろうっていう形になってくると思います。ただまあそれで安心してしまってですね、えー、っと入学後に、えー、せっかく夢であった外国語の勉強をお断、えー、ってしまうと、えー、また3年後大学受験の時に足元を救われるなんていうことになり。 かねませんので、えー、もし外国語科を第一志望で受けて駄目で普通科に回ってしまったっていうことになってもですね、えー、その悔しさをいつまでも忘れずにですね、えー、高校3年間外国語の勉強をしていただければなと思います。 で、えー、カリキュラム的にはですね、外国語科を、えー、持っている高校ですと、えー、それに見合った、えー、しっかりした先生が外国語,につ,い外国語について特に英語ですね、についてはいらっしゃると思いますので、えー、そういった先生と仲良くなって捕まえてです、ねえー、いろいろ学習方法、えー、あるいは質問等としてですね、えー、高校の3年間を有意義に使っていただければなと思います。 でえっと、選抜基準については昨日とほぼ一緒ですのでここの315点っていうところをなるべく稼いでいただいてでここが334点若干、えー、大きく、えー、掛け率で上げていただけるっていうところですけれども、えー、ここは外国語化とのバランスっていうところで、えー 掛けけ率をいいいじっているだけだと思いますのでまずはここをしっかり稼いでいただくっていうところが大事になってくると思います。で、えー、基本的には注意で合格する形。 のお子さんですと36 37 38合計の187点は、えー、しっかり取っておきたいよねっていうところになってきますので、えー、187点プラス資格、えー、のところでですね、えー、できれば英検なんかを取っておいていただくと、えー、合格しやすいっていう感じになってくると思います。 でえー、部活等々はですね、えー、県大会レベルでも、えー、プラスアルファの点にしてくれますし、えー、生徒会の役員の経験っていうところでも、えー、若干の点数、あるいは学級委員でも、えー、若干の点数がもらえますので、えー、ここをしっかりやってたお子さんが、ここでプラスアルファの点数を持っていくのかなっていう印象です。 でえー、一次選抜の60%の入学者を決める、えー、合否の合の合の方ですね合格者を出すというところで、えー、334点プラス、えー、こちらは普通科ですので傾斜配点ありませんので500点満点の合計834点での競争という形になります。でえー、二次選抜で、えー、残りの 38こちらは217点に、えー、調査書の点数を圧縮して、えー、717点での競争っていう形になってきます。で、えー、残りの2%なんですけれども3次選抜っていうところで2、えー、次選抜における要はここですね2次選抜で不合格になってしまった。 一定の順位ですからまあ、えー、ギリギリダメだった子の特別活動の記録その他の項目この部分ですねこの部分の点数を加味して残りの2%まあ数名ですねの合格を出すっていうことにな,なってきますのでまあここのプラスアルファを、えー、積み上げてっていうことを考えるよりはえっと 今持っているこの点数プラス、えー、当日のこの500点この500点を取るためには学校選択問題の数学と英語で失敗しないような準備っていうところで、えー、偏差値的にはギリギリでいいっていうことであれば北新の偏差値で60。 えー、注意合格を目指すよっていうことであれば62ぐらい、えー、取れているお子さんでしたら、えー、十分狙える学校だと思っていますただ、えー、外国語化がダメで上から降りてくるお子さんがいますので、えー、まあ62ぐらい取れている内心がこれぐらいあるっていうところで ぐらいですね、あるっていうところであまり慢心してしまうと当日の点数でこの62の力,に力が出しきれなかった場合ひどい目に遭うことがないとは言えない学校ですのであまり慢心せず上から外国語化を受けてい ダメだった人が、えー、いっそりゲームの上の方を上埋めてしまうことがありますよっていうところはしっかり、えー、注意していただいて、えー、この62なら62の偏差値に、えー、相当する点数が当日ですね試験の当日しっかり出せるように準備していただければそんなに心配なく受験できる高校だと思います。 えー、ではまた次の動画でお会いしましょう、えー。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではさよなら。